渡るまで死ねない夢の吊り橋。今回の VR ツアーでは、世界の死ぬまでに渡りたい吊り橋10選に選定された静岡県にある夢の吊り橋をご案内します。上も下も見回して360度お楽しみください。こんにちは、はるたかチャンネルのはるとたかです。私たちは事情があって旅行ができない人のために1日おきに VR ツアーを配信しています。ちなみに次回の行き先はゆるキャンの聖地、渚園キャンプ場です。見逃さないようにチャンネル登録をして、ぜひ通知を受け取ってください。早速行きましょう。吊り橋揺れるので酔わないように気をつけてくださいね。この夢の吊り橋は静岡県の奥大井地方の寸又峡にあります。なんと世界最大級の旅行口コミサイトであるトリップアドバイザーがまとめた死ぬまでに渡りたい世界の徒歩の吊り橋10選の10位にめでたく選ばれたことがあります。長さ90メートル、高さ8メートルの夢の吊り橋はどんな吊り橋なのか楽しみですね。わあ、早速ですがすごい揺れてます。でも周りを見てください、この景色絶景ですね。でも下を見ると板2枚分のところ歩いてるんですよ。いやー、なかなかスリルがありますね。手すり代わりのワイヤーをしっかりと握って進んでいきましょう。この夢の吊り橋はミルキーブルーの湖が特徴で、空とのコントラストがとっても綺麗ですよね。秋の季節は紅葉がとっても綺麗で、多くの人が足を運びます。でもこの夢の吊り橋、一度に10人しか渡れないんです。なので繁忙期にはとても混雑しますので、時間に余裕を持って訪れてください。あともう一つ重要なのが前日の天気。前日に雨が降っていると次の日はミルキーブルーではなくコーヒー牛乳になってしまいます。全然映えません。この辺で半分ぐらいまで来ましたかね。ここダム湖になってるんですけど、数年に1回水を抜くことがあるそうなんです。その時この橋の下に携帯がすっごいたくさん落ちてるみたいなんですよね。だから記念撮影するときはくれぐれも落とさないように気をつけてくださいね。あ、右を見てみてください。空が映ってますよ。綺麗ですね。駐車場から1時間弱歩いて夢の吊り橋まで来ることができます。道は舗装されているため比較的歩きやすいですが、アップダウンがあるので歩きやすい靴で訪れてください。ねえねえ、一緒に写真撮ろう。いいかな、ちゃんと捕まってね。あ、もうちょっと寄った方がいいかも。この辺かな。いくよ。はい、チーズ。パシャー。あ、もう一回。パシャーパシャーパシャー。よし、オッケー。さあ、進みますよ。この吊り橋を渡った後なんですが、ちょっと過酷な道のりが待ってるんです。段数304段のエッチラ階段という急な階段を登って遊歩道に戻らないといけないんです。これは筋肉痛の香りがしますね。さあ、そろそろ出口が見えてきましたよ。なんだか木々の中に吸い込まれていくみたいですね。この吊り橋なんですが一方通行になってますので、必ずエッチラ階段は登らないといけないんです。なので吊り橋の入り口にも書いてあるんですが、体力の自信のない方は渡らないでくださいとのことでした。お疲れ様でした。吊り橋終わりです。エチラ階段を登ったところに綺麗な展望台がありますので、行ってみましょう。わあ、304段登った階がありました。とっても綺麗ですね。さあ、だいぶ疲れたので温泉はいかがですか。こちらの温泉は夢の吊り橋へ向かう途中にある聖光うどくさんです。源泉かけ流しの貸し切り温泉が楽しめますよ。美人作りの湯と言われる寸又峡の温室は最高です。貸し切り時間は45分でゆっくり入ることができます。湯上がりはすべすべなこと間違いなし。タオルもいただけるので手ぶらで利用できるのが嬉しいですね。
脱衣所も広めなのでカップルはもちろんご家族での利用もいいと思いますよ。疲れも癒されたことですし、そろそろ帰りましょうかね。いかがでしたか、須磨田橋の夢の吊り橋。眺めるには天国みたいで、実際渡ると怖い人にとっては地獄かもしれません。でも一度渡って損はないかもしれません。それではお疲れ様でした。いかがでしたか、最後まで見てくれてありがとうございます。こんな感じで日本全国のリアル動画をお届けしていくので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。